エルメスのショーに大沢たかお、長谷川博己、スノーマン岩本照がモデル出演。エルメスが10月24日夜、東京銀座で2024年秋冬メンズコレクションショー、エルメス銀座コーリングを開催した。会場は、銀座メゾンエルメス。俳優の大沢たかおや長谷川博己、スノーマンの岩本照といった多彩な9人のパーソナリティがモデルとして出演した。ショーではプロのモデルに混じり、大沢たかお、長谷川博己、松田翔太、笠松翔といった俳優陣をはじめ、スノーマンの岩本照、東京スカパラダイスオーケストラの谷中篤、陸上選手のサニブラウン・アブデル・ハキーム、バレーボール選手の西田有志、建築家の石上淳也と、各界で活躍する多彩なパーソナリティがモデル出演。初披露のルックをまとった岩本は、フィナーレのトップを飾った。ランタンをイメージさせるガラスブロックが象徴的な銀座メゾンエルメスの1階から4階まで4フロアがランウェイとなり、また隣接する銀座ソニーパークとの間の路地にもモデルが登場して銀座の街を背景にウォーキングした。